どうも、アイスメテテカルです。鼻を電眼雪で抜くコチンでスノボーに来てたんですけど、その際ちょっと鼻が車の鍵をなくしてしまったことがきっかけで、ちょっともう仕方なく止まることになったんですけど、実はね、昨日からちょっと企んでたことがありましてですね、ちょっとそれをねやるために鼻を起こしたいと思います。まずね、せーの、おはようございます。おはようございます。隣で誰寝てるっけ。ゆきさんとかこさんね。ゆきさんとかこさん寝てるやんな、はい、で俺ら起きてるやんか。起きました。はい、行かへんわけなくない、さすがに。元気やなお前。行かへんわけなくない、ここでここで、ここでちょっかいかけへんわけないやん、正直俺らが。だからこそ今回やりたい企画は、ゆきりぬかこちんを起こした方が負け第1回ちょっかい王という、それはもうめっちゃおもろい企画でございます。しかもダッシュでいっぱい見ながらも、ちょ落ち着け落ち着け、お前はバレるバレるバレるバレバレバレますよ。ということでですね、今回ちょっかいのレベルをどんどん上げていきます。で、はい、俺とお前先行後行みたいなのがあって、例えば先行前やったら先行前がやってきてクリア、次高校俺が同じことやってクリア、はい、じゃあレベル1はお互いクリアねみたいな。あ、そういうことね。先行高校じゃんけんしよう。じゃあ、そう、先行高校じゃんけんしよう。はい、じゃんけん、しゃ、ここ一旦先行でいくわ。あ、先行 OKOKOK です、わかりました。僕高校でレベル1がですね、こちらの ですね、こちらのライトなんですけど、はい、すごいこれ使ってみたかってんな、これ。ほっ、あ、すげえ。そう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 、それでこれ振り回してということでやっていきたいと思います。メイクイットパスポリス、スクールトリップ。じゃあというわけで、今から線香花をいきたいと思います。ワクワクだぜ。ここか、やつらのアジトだ。行ってくるぞ。しむ思った以上にミシミシ言うってこと。いや、結構びっくりした。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。ガンバ。はい、ということで、行ってきます。スノボのダメージでかすぎて、いや、マジで大きいんで絶対。
でも俺結構鼻息荒かったと思うんだよ。お前別の意味で捉えられるけど。いやまあでも無事パート1は成功というか、ね、パート1編成功で続きましてなんですけど、レベル2がですねこちらのスマートキーでして、えこれ怖い、俺ほんま押したくないけど、これこのボタンを押すと電気がビリッと流れる。これでも今やらん方がいいかもな。いや絶対今やっちゃダメ。一回押したら帰ってこれるってルールでしょ。まあそうです、これはその代わりこれはもう顔の近くでやるっていう。ゆきりんちゃん行くよ。照明の電気っていう手でピーみたいな、それななこちゃん、ななこちゃんだね。じゃあグーじゃんけん、はい、はい、これでポン。じゃあ先行ってくるわ。オッケー。ゆきりんちゃん照明つけるよ。来たけどさ、思ったよりここにちゃんと来た。声は耐えた。いや声は耐えた。落としたこれ。お全然落とした、全然全然落とした。はい、じゃあ次僕行ってきたいと思います。超怖い。普通に電流来たもん今。いや普通になんかさ、こうしたらさ、親指がうー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 めろってお前。次はですね、このデス、ね、デスパウダー。ちなみにこれ唐辛子の100倍らしいです。マジ。コップこれ用意したんですけど、これをまあ飲んだら終わりと。どっちかいく、いきますか。じゃんけん、最初はグー、じゃんけん、はい、アイクのポン、アイクのポン、アイクのポン。じゃあ先行いきますか。なるほど、じゃあ行ってきます。はい、失礼します。この辺はね慣れたもんですよ。怖すぎる。じゃあいただきます。あよだれだろ、だろ。これよ、まあまあまあきつい。まあまあ言ってきな、もうこれ言ってきな、お前。お前ちょっと残ってるやんけ。一個言っていい、うん、全部よだれ。お前も食べたんかい。おかしなのこれ、胃袋おかしなんだけど、ほんま。やばい、シャック入れてもった、やばい、ハンデ背負った。とりあえず、ということで次なんですけど、今までだと趣向違いまして、お二人同時に入ろうかな。お、ついについに。それで、ね、何をするかというとですね、こちらでございます。お、これワニワニワニパニック。もし起きた場合、パーンってなってしまった人のせいで起きたということになります。それでは行きましょう。二人ででもちょっと心強いな、なんか。
するやん初手決めからのシャッキリ。でもこれでも起きんかったから起きんかったらこれで起きんかったから。ちょっとマジ激辛パウダーの余韻や余韻どんだけ長いの激辛パウダーマジでえぐい。でちょっとさっきどうしてもやりたいの思いついちゃって、おゆきりとの動画でピースの角度は30度、はい、あれを3回見てくる。それ音量とかどんなもんなんて音量は iPhone でいう半分ぐらいで聞いてる。あ、半分ぐらいね。2人同時に行って交互に2回ずつぐらい鳴らす。自分が鳴らしたので起きたら負けっていう。 OK です。いや、早すぎたかな。全然起きひんやん。全然起きへん、マジで。あれ勝利起きるかな。あれ勝利起きる。あれは起きるやろ。もう最終フェーズに入る。最終、もう最終行きましょう。もうまさかのこちらでございます。まさかの卓球中でカン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 をずっともう起きるまで、でもうできる限り粘ります。どっちかって言っても起こします。これでもう起こします。起きてください、お頼むから起きてくださいっていう感じ。最後でこれ最後もうかまそう、かましましょう、はい。ボードに行った後の女子は無防備。